はい、どうも、トワイスです。今回は、ガンダムターゲットインサイトジオン編やっていきたいと思います。11月20日、あとちょうど1ヶ月と11日、12月の31日で最終なので、まあ、うまくいけばそろそろミッションがなくなってくるかなといったところなんですけど、前回までの動きを全く覚えていない。今できるミッションがジャングルなし、海軍基地なし、川なし、砂漠の狙撃任務、敵部隊狙撃ミッション、砂漠を進軍中の敵攻撃部隊を発見した、進路上で敵を狙撃し進軍を妨害せよ、29日まで。と、山なし、つまり狙撃任務を次にやれば OK といったところ、前回激しい戦いがあったのかな。ザクツ S 型が相当まだ修理中で私の状態も良くないと。改造の状態とかも全然忘れちゃってるな。ザクツはもう改造しきっちゃってるんだよね。ドームまだだ。ゴック、これはフル。グフカスフル。改造はもうあれか、だいぶ順調なんですね。あとは機体が揃ってないとかそういう感じかな。ドームキャノン持ってない。ハイゴック欲しいね。じゃあまだ時間がありますので、これはあれだな。また訓練でポイントを貯めつつ、次のミッションまでって感じですかね。じゃあまあ奇襲かな？やっていきましょう。ではカット。あ、ハイゴック頼んでんじゃん。マジか、ハイゴック使えるのか。そうなるとあれだね。むしろ強化に回したいよねっていう。どうせまた最初からヘビータイプとかある。あ、違うか、マリーンタイプね。マリーンだったら俺はノーマル。いやー、ヘビーだな。ヘビーだとまあこの水色っぽい色ではなくなるかもしれないんですけど、まあちょっとそれはそれでね、楽しみではあるので。やっぱグフカスじゃないとダメだな。じゃあまだ日付に余裕があるので、まだまだ訓練はしていきたいと思います。カット。さて、ヘビータイプに変わったんだが、渋い色になったね。じゃあまあ、いつも通りですけど、普通に武装の方強化していって、どうしようかな。もう今回ミッション行っちゃいましょうか。修理とかはもうほとんど終わってると思うし、ドームが改造したいかな。結構コストかかるな。でもドームとハイゴックぐらいですかね、改造できるというかしたいのは。まああとはどうにかなるでしょう。ほんじゃあミッション、マウンテンじゃなくてデザート、狙撃任務だけど、なんか狙撃するようなもんあるんですかね。アラビア半島を哨戒中の偵察機より敵部隊に関する報告が入った。報告によると敵の車両部隊がアラビア半島を南下しており、進行方向と移動ルートを分析したところ、物資集積所付近を通過することが判明した。敵に探知されぬよう短期で集積所に潜む。敵車両部隊を殲滅せよ。なお、本作戦の遂行には遠距離射撃の有効活用が不可欠である。
強力な射撃能力を持つ機体を利用し敵部隊を撃破せよ。ああ、短期か。なかなか難しいことを言いますね。そうなると、まあちょっとグフカスだときついところはあるかもしれないんだが、戻ろうかな。ちょっと今いる中で遠距離系のキャラが、キャラって言ってもな。ゴックはダメ。グフカスタムはエイム3だから悪くはないんだけど。あー、こっちかな。こっちで行こっかな。まあ多分動ける装甲もあるで、そこそこ使えるのは、やっぱザク 2S 型ってことになるから、まあこれでちょっとね、マシンガンの方がいいのかな。まあそれでいこう。アラビア半島を哨戒中の偵察機より敵部隊に関する報告が入った。報告によると敵の車両部隊、まあこのゲームはやられてもコンティニューすればやり直せますし、コンティニューしない場合でも1日進むだけなので、そんなに支障はないんですけれども。かといって愚直にバズーカにしてもなぁ、っていうところがあるんだよなぁ。マシンガンで行きましょう。連邦軍の大部隊が存在します。確実に敵の船員切り脱を阻止してください。まあ一機で両側から来る敵をなんとかしろってところなんでしょうけど、とりあえずこっちに行った方がいいのかな。狙撃なら高いところ来た。いやー、偏差値が厳しいな。来てない。まだ弾は大丈夫。あっち側が見えねえんだよな。というかあれってなんだ。落ちちゃうね。来てる。ああ、戦艦かと思ったけど、ただのあれか。別にこれあれじゃない？これぐらいだったらダッシュしていっちゃえばいいんじゃない？オッケー。向こうにいんな。ガンタンクじゃねえか。ちょっと待って。撃ってきてんじゃん。バカめ。ちょっと待って。ガンタンクは厳しいわ。ガンタンク3機は厳しいよ。しかもこれあれじゃん、本物のガンタンクじゃん。バカじゃねえの。量産型じゃねえじゃん。本物のガンタンクじゃん。うわっと危ねえ。あれは即死レベルだよ、量産型とはいえ。あれは食らうわけにいかない。よしよし、あとは特に来てない。オッケー。ちょっとマップ確認がうざいステージになりそうですけど、すいません、そこは。許してください。補給しよう。補給要請を確認しました。補給を開始します。
いやー、マシンガンの弾だけだと早いね。装填完了だ。そっち側にもなんかガンタンクの予感がすんな。っていうか狙撃っつって本当に狙撃能力が いるのかっていう話なんだよね。ほい。イオンのモビルスーツだ。オッケー。あとは任せたぞ。次。あージムだな。あれは早い。まあ確かにダメージを受けないということを考えると、あなんかホワイトリンゴじゃない？違うかな。ああ、一応、牽制射撃ぐらいはしてくるか。ああ、陸戦ジムだ。いやあ、あんまり時間かけたくない。くっそ、めんどくせえな。隊長機体班、作戦は失敗です。まあちょっと疲れてるのかもしれないな。でジムだ。狙撃した方がいいんだろうな。後ろからこの辺から。撃ってきてんだよな。撃って。でも離脱されちゃ終わりだもんな。こうやって一体一体釘付けにしつつやるしかないか。なんか左に見えるけど、とりあえずあいつを倒そう。あいつ拠点潰しに来てんのか。させへんで。ほい。届くかな。あー届いたねー。ああいうのでもいいのか。オッケー。あとは後続にやられなければなんとかなる。補給要請を確認しました。補給を開始します。まあ満タンまで回復させる必要はないのだが。あ、やっべ、もう、あっちの方結構行ってんじゃん。どうなってんだ。ガンタンク。マジで、撃ってきてんじゃん。そうね。あっち。ちょっと。
を開始するぞ。弾薬の装填を完了しました。最後だったか。全敵部隊の迎撃に成功しました。素晴らしい戦果です。作戦完了。帰還してください。いやーボロボロだよ。ただまあポイントはがっぽりですね。おっと、マウンテンにミッションが追加、補給拠点防衛。海軍基地防衛。ああ、うん。ドームとハイコックは改造完了のレベルアップ。いやまあ、何回も言いますけど、やっぱり、ちょっと紙装甲すぎるなって感じしますね。これだったらあれかな、若干日付を割いてでも、ザク 2S 型とか、グフカスタムとか、絞って、アーマーの強化とかした方がいいなって感じしますね。そうしようか。連邦編の時は、兵器じゃないや、武器の種類とかしか、やってなかったんですけど、ちょっとジオン編に関してはそういうのも重要になってくるかなって感じになってきますね。まあ今さらズゴックとかもいらないしな、どうしようかな。次のミッションが補給拠点防衛、12月4日までと、マギリバじゃなくてネーベルベース、海軍基地防衛、こっちも12月4日まで。ちょっと余裕はあるけれどもだ。
まあでもどっちも大部隊から防衛せよっていうやつか。どうしよっかな。いや、まあ今回はちょっと短いんですけど、これで終わらせていただいて、次回まとめてやりましょうか、防衛任務2つとも。そうしましょう。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。